5月10日、企業と高校の採用就職に関する情報交換会が松阪商工会議所で行われました。皆様お企業待とちしました。高校の採用就職に関する情報交換会は、県内の高校生を地元企業で採用することを目的に開催しています。主催したのは松阪商工会議所です。この日は県内の高校30校と松阪商工会議所の会員企業40社が参加しました。企業がですね、採用状況が活発化する中、松阪商工会議所としても地元の優秀な人材を一人でも多く地元の企業に採用していただくために、この情報交換会を開催しております。この情報交換会は3部構成となっておりまして、第1部第2部は企業が面談されたい高校の希望をマッチングさせておりまして、第3部は高校の先生方の希望を聞いてマッチングしております。こうたくさん企業来られてましてですね、企業側のですね、求人意欲も高いんですけども、学校であった関係のですね、先生方のですね、就職意欲も非常に高いものを感じましてですね、非常に厳しい環境ではありますが、こういう機会を作っていただいて本当に頑張励みになります。はい。会社のイメージとかが、その雰囲気とかがすごくダイレクトに伝えられて、私先生の要望も、要望というかですね、意見もですね、いろいろ聞けてですね、すごく有意義な時間を過ごしています。初めてお会いする企業もありますので、パンフレットとかホームページでわからないところも教えていただけるのでありがたいと思います。はい、企業さんのですね、生の情報というのを聞かせていただいて非常にありがたい機会だと思います。はい、求める人材ですね、企業さんとしてどのような人材を育てていきたいか、育った人が欲しいかといったあたりを聞かせていただいて非常に参考になります。